こんな夜にバードウォッチング？公園で夜行性の猛禽類を観察してたら、ベルベデール城にライフルを持った男がたくさんいるのに気づいて。警告どうも。君、名前は？ステファニー。私も手伝う。ここから奴らの動きを観察しとくね。それ、すっごく助かるな。まずいな。リスクの手下だ。ごねんねしてな。待ってたぜ。これで全部で、何企ててたの？なんかよくわかんないけど、こいつに何か手がかりないかな。フラッシュドライブが最悪。ステファニー、鳥に証拠だらけのドライブ盗まれた。多分ハトかな。これって普通？巣作りのシーズンだからよくある話。そうだ、確かお城の南東あたりに巣があったはずだけど。オッケー、見てみる。ステファニー、鳥に証拠だらけのドライブ盗まれた。多分ハトかな。これって普通？巣作りのシーズンだからよくある話。そうだ、確かお城の南東あたりに巣があったはずだけど。オッケー、見てみる。お友達か、最高。フラッシュドライブ持って戻ってこいよ、この空飛ぶネズミ。もっとポジティブなこと言って。ハトって実は結構頭いいんだから。へえ、結構頭いいね。あー、ハトさん、空飛ぶネズミなんて言ってごめん。取引してくれたらリスクの何倍も餌あげちゃうんだけどな。1はゲット。でもドライブなしか。はずで。やった、ドライブゲット。それじゃ PC で奴らの計画暴いてやるか。あいつらセントラルパークの Wi-Fi システムにワームをアップロードしてる。大量の個人データにバックドアからアクセスするつもりか。待った、まだリモートでアップロードしてる。他にもアクセスポイントがあるんだ。ステファニー、ねえ、スパイ頼める？公園におかしなものない？ああ、そうね、ミミズクが2羽に、それと近くの配電盤に男たちがたくさん。アップロードが完了する前に配電盤に行こう。 PC にアクセスできなきゃアップロードできない。情報ありがとう。急がなきゃ。あと2つ？こんなこと言いたくないけど、セントラルパークって現実逃避しに来る場所だろ。こんな強力な Wi-Fi いる？あれだ、配電盤から遠ざけないと。僕のこと気づかなかった？
よし、これでマンハッタンに住んでるみんなのパスワードも可愛い猫の動画も一安心だね。スパイダーマン、私見つかっちゃったかも。まずいな、本当に。ほぼ確実、武器持った奴らが来た。屋上の入り口に鍵をかけて、今行くよ。フィスクの手下に先越されたらまずいな。僕のせいで巻き込まれたんだし。扉を壊そうとしてる。クモ野郎に協力せんだろ。開けろ。もうすぐだよ、隠れて。別れて双眼鏡の女を探せ。いいの見てる。スパイダーマンを倒せ。女はこの後でいい。ステファニー平気かな。ありがとう、スパイダーマン。普段の夜間バードウォッチングより刺激的だった。いや、こちらこそ。君のスパイのおかげで服役中の犯罪王にみんなの個人データ盗まれずに済んだしね。結構やるでしょ。しかもあなたがトリプルキックした時、胸垢50からの巣を見つけたの。すっごい美形、見てみる？ありがとう。でも今は檻の中の鳥だけで手一杯かな。